マスオファイトですエクストリームファンラフジムのみんなの試合に間に合いそうです。ちょっと選手の声を聞きに行ってきます。ワンツーラフのアイドル、ああラフのアイドルがいるじゃないですか。見つけましたよラフのアイドル。どうですか今日サポートの方。朝から頑張ってます。朝から、はい、キッズからね、はい、ちょっと寝坊しちゃった言わなきゃいいのに結構今みんな勝ってていい感じなんで、ちょっと全員勝たせたいと思います。じゃあ今日はめいちゃん密着したいと思います。はい、お願いします。あれ今日試合の内田翔くんナイスミドル頑張りますね、このシャイなシャイなこのクールガイ。お疲れ様です。またさっさと見ておきますかじゃなくてあれだよね、あの内田竜斗選手の兄ちゃんが内田翔なんですよ。ですよね。そうなんですよ。内田竜斗の兄貴内田翔なんですよ。そうね。あ、どうも本戦決まった宮城です。あ、こんにちは。はい、3人ちょっと置いたいね。あと、はい、ゆずきくんもでしょ。3人で同じセコンドワーク余ってますカメラ枠こんにちは、こんにちは。いました、いました。鈴木さん、大将、はい、今日なんかいっぱいなんか選手が出るみたいです。今日過去最多じゃないですか。何人ぐらい出るの？20人ぐらい出てみますか。すごい。これが大人の部で、大人の部がね、最近若い子たちが元気いっぱいあるんで、全勝でちょっとここから楽しみですね。行きたいですね。はい。調子の方はどうですか？調子も万全です。緊張の方は？緊張そこまで、まだまだ大丈夫です。でもあっち行ったら多分もうグワーになるかもしれないでもそういうになんないように、う、ね、自分をコントロールできるように訓練しようと思ってます。今から訓練今からもう始まるんで一回ちょっと一回ちょっと麺切ってもらっていいですか。一回だけ。すごい。両手いっちゃうんですか。忙しい時は忙しい時は仕上がった出来上がった出来上がった。小松なんか今日自分関係ない関係ない。遅いだろ小松。いやこっち僕は今日関係ない。こっち会いたかったよ10枚だったっすよ大丈夫ですか。はい、ちゃんとでかいっす。でかいでもやっぱでかいからやっぱいいんじゃないですか。いいですよね、うん、あの防御力高いかもしれないちょっと、はい、一番クールなタケル大人気 YouTuber やめろ恥ずかしいわ全然人気ねえんだよ毎回毎回、ね、めちゃめちゃセンスある。あ、マジですか。おいくつなんですか。あんま、22歳。お、変なプレッシャー与えるわけじゃないですけどマジでセンスある。え、成績の方はまだ今日初めて。今日がデビュー戦。いやー、めっちゃ練習して仕事終わってすぐ来て動いて。じゃあ今日も注目選手一人ということで今日ちょっと注目選手が多いんでね。多いですか。ガンガン持っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ、はい、頑張ってください。ありがとうございます。あー、負けい。あー、めっちゃもう一回行く。さあ、もう一回。ナイスさあ。何笑ってんだよ。邪魔なんだから小松。違う違う違う。そこいたら。こっち降りて。今日降りてない。こっち。おい、ナイス。来た。ミドルが入る。
第1ラウンド終了です。ラウンド2ラストラウンナイス！ナイス！腹効いてるよ。腹やばい。ナイス！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 ミドルいいよ。ナイス！ナイス！パンチも入る。パンチも入る。合わないよ。しないためこの試合はドローとなります。選手退場。続きまして第100試合一般男子ルーキーズクラスアンダー60キロを取り行います。赤コーナー内田亮選手。ワイルド。おー、見やってくれんな。見ました。見やってくれんな。今の心境。緊張、まあ、ちょっと緊張してるのと、はい、早くやりたいなっていう気持ちが、はい、メラメラしてます。いいっすね。イケメンリクエスト、ちょっと今後もね、はい、ちょっと追っていきたいと思うんで、はい、お願いしますよ。おっす。ラウンドワン。ナイスプッシュ、ナイスプッシュ。リクくん最初からいこう。30ナイス。膝、膝いいよ。膝いいよ。リクと膝いこう。リクと膝。第1ラウンド終了です。ラウンド2、ラストラウン。気持ちいい。
場です。これに判定に入ります。判定お願いします。判定規定に達しないため、この試合はドローとなります。選手退場。相手チームはエルト君のチーム。続きまして、第103試合、一般男子ルーキーズクラスアンダー75キロを行います。赤コーナー、大久保陽介選手。対します、青コーナー、林田良平選手。それはもう練習で直してきました。いいじゃん、いい経験だ。はい、ローがちょっと印象悪い。こうなっちゃった。上げてもいいし、先に合わせちゃった。打って打てちゃってるからこうなっちゃった。ありがとうございました。いつか再戦したいね。いや、絶対やりたい。ね、路上はダメだけど、はい、リングの上でね、リングの上でエイト選手のリクト君の相手がまさかの、はい、自分のチームの人で。いや、でもなんか楽しい戦いでしたね。いや、もう、はい、面白かったです。熱かったんで面白すぎました。いいね、いいストレートだ。そう、めっちゃいい。あ、いいよ、マジでストレートいい。あ、こっちにやんないですか。じゃあ、なしでいきましょう。すいません。これ、ちょっとこれでもまっすぐでいこうかな。それが一番いいです。このまっすぐ、これめっちゃいいんで、これしっかりまっすぐ。はい、いいね、ストレートいいね。楽しみになってきました。俺は絶対応援負けないんで、乗るんで。なんかやっぱりもう楽しいですね。皆様にこの話したらなんか強くなってきた。やるぞ。さっきまでどうしようどうしようって思ってちょっとベルトこう巻いちゃったりして。まだ終わってないから。もう終わった感じだけど。対しまして青コーナー桜岡新番手。これはまだいいですか。これはまだ早いかもしれない。はい、あ、これ付き合って、まあ、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 付き合って、今付けたら、おいおいになっちゃうから。まだ、お水も、ね、まとめて、お、あ、もう向こう来てって。あ、なんかもう来ていいねって、さとみさん言ってました。あ、ほんと？じゃあ俺持っていくよ。あ、いいっすか。すみません。よし。あ、ちょっと、あ、あ、いいよ。あ、タオルあります。あとリュウさん、落ち着いて。はい。あ、もうこれなんで。お松、お前が言うんじゃないよ。今日、今日はいつもさ、ね、もう大先輩ですから。なんてのに。なんか、富士山に乗る直前みたいな。あ、そのぐらいのスリルはあると思います。はい、それ以上ですよ、多分。 ありがとうございます。そう、そのスリル楽しいんだよ。はい。ルーキーズクラスアンダー60キロ取りでございます。赤コーナー工藤龍斗選手、対しまして青コーナー上村大輔選手。ダンジャン、ラウンド1。はい、10回。終了です。
ラウンド2ラストラウンI 一般男子ルーキーズクラスアンダー60キロを取り行います。赤コーナー平野健選手対しまして、青コーナー横井俊介選手。ナイス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 、ありがとうございます。ナイスナイス。どうだった初めての試合？いや、なんか体力さえあればもっと楽しめたのかなまあでもみんなが思うとこですよ。あとなんかちょっと相手ちょっと弱くてよかった。そういうこと言うな。そうそう、負けてんだよ。そうですそうですそうです。負けてんの。いやいや弱くないです。しかもすいません、今のところ言わないでください。消してください。いいね。すいません、失礼なこと言っちゃった。自分の方弱いのに。楽しめました。はい、楽しめました。はい。一番ですよ。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。どうもです。おまさん、デュトさんの試合見てどうだった？もぐもぐタイムだからちょっと待ってそれよりもさ、感想リュウトさん頑張ってきたのにもぐもぐタイムの方が優先すんの？いやでも、まあ、リュウトさんに限らずやっぱみんなその試合練習やったことを全部出してなんか偉いなっていう、やっぱ頑張った姿が一番かっこいいっすよね。カリ君も頑張って、頑張ります。これからも期待の星強くなって帰ってきます。あっしゃみんな試合してるのが邪魔だったんですか？聞いて聞いて、何やったの？みんながどうやってるの？え、それでそのスナックラッシュ間違いに持ってたやつ、何で靴ないの？困った、靴ないの？あれこれじゃないですか？ハードが高い。僕は優しい。いやいやいや、真面目っす。え、違うっす。あ、めちゃくちゃはしゃぐよ翔助、一人ではしゃぐよ翔助、大好きなのは松尾ファイトチャンネル。